明けましておめでとうございます。天です。海です。はい、今日は新年一発目の撮影なんですけど、はい、実にこの夫婦で走るのは3ヶ月ぶりそんな経ってた。分かった。最後に走ったのはあの夏ですね。9月に山でギブアップしたやつ、はいはいはい、勝山ね。あれ以来、しかもあれも1ヶ月に1回ぐらい、まあ、しか乗れてなかったしね、最近忙しかったわけなんですけど、勉強してたし ね、最初のライドは夫婦で一緒に走っていきたいと思います。はい、新しくしたキャノンデールデラエース組とクォーターアルテグラ組、2020年仕様、はい、お互い2020年仕様でほぼ初、ちょっと一発目ということで、はい、緩く走って、あの走り心地を、そうね、インプレ兼ねてやっていきたいと思います、うんうん、はい、今日はどこに来てるんですか。今日は愛知県の森コロパーク、森コロパーク、森コロパークに来てます。じゃあ早速走っていきましょう。だいぶ久々やね、うん、年ぶりぐらい。スタート位置にスタンバイ、ここやろ。そう、こっからスタートします。では行ってまいります。よーい、どん。1周目は流しで行きましょう。流しで、うん、どう、なんか違う、変わった。スムーズ、すごくスムーズ、変速スムーズ、うん、久々に見た、自転車乗ってるとかでも私も乗ってないからな。うん、あれやね、乗るっていうより触ることが増えたんじゃない。そうそう、自転車とはずっと一緒にいるけど、自転車のことばっかやってるけど、うん、まあ勉強がてら休みの日も触ってるから自転車、うん、なんかどっちかというとそっちに集中してる感じよね。そうね、でも走りたくて仕方なかったんやけど、うん、あとはまあ新しいところに来てさ、道とかも分からんし、分からん分からん、走るとしたらやっぱ明るい時間じゃないと危ないやん。あ、人がしか走ってない。うん、ちょちょ、もうちょい上げようぜペース。上げる、遅すぎる。だって今まだドキドキが、ドキドキが止まらないドキドキが止まらないよ、ドキドキが止まらない。もうデュランにしてからめっちゃ調子いいんだって。うん、やばいよ、デュランエース別格よ。そうなの。何が調子がいいの。え、変速軽い。軽さ、さらに軽くなった。多分リアディレイラーやと思うけど。あ、軽い、そんなに感じるんや。プーリー違うからさ、多分。まああとタッチ軽いよね。あ、やばいやばい、それは、ね、変速はもうめちゃくちゃ軽い。うん、こうカチャってこう。私ぐらいのレベルやとまだ分からんからな、その辺が。てかさ、ソラとかクラリスっていうコンポもあるんやけど、うん、あれもすごいよ。何が？優秀すぎて。うーん、ソラとクラリス十分すぎてさ。うーん、なんか初心者におすすめのコンポ何ですかって聞かれたら、うん、もうソラとクラリスでも全然いいっていう。あ、そうなんや。うん、あとは価格帯よね。うん、あれ意外と人いないな、今のとこすれ違うな。いないな、多分親子連れ多かった気がしたんやけどな、車で。うん、まあここはスピード出すとこではないので。そうそう、のんびり競うとこじゃないから。レースとかやるけどね。レースの時はほらレース仕様やからね、ここ自体は。あとさ、今 28C のタイヤ履いてるやんって。うん、あ、めっちゃいいよ 28C。 ほんとや、太い。あのね、もうね、安定感違う、もうマジでいい。そうなんや。25より28の方がいいかもしれない。何ミリかの違いやろ。そうやで、幅のこと言って、幅のこと。うん、私のこれは25。一番最初に乗ったのは私 23C やんな。23やな。いや別にスピード出すわけじゃないしさ、うん、25とか28で十分やと思うんやけど、安定感あるし。そっか、今
今県は28にハマり中。タイヤのロードバイク全部28や今。あのトレックも28や。タイヤの持ちはその方がいいの？全然関係ない。タイヤの持ちそれは関係ない。もうタイヤの持ちなんか乗り方次第。ああ、なるほどね。ちゃんと空気もちゃんと入れて。ああ、はいはい。メンテね。ほったらかしで乗っとったらそれは痛むのな。ちょっと何やってる？え？何やってる？何の信号が？何その大事？何が？ちょっと待ってや、絶対衰えてるやん。衰えてるよ。何そのダンシング今びっくりした。それダンシングじゃないやろ。何？え？なんかこうやってたでしょ。横に振ってなくね？振ってるわ。とか遅くね。え？ちょっとまだ一周が良くない。10キロぐらいで走ってんけど、さっきから。そんなことないよ。15やぞ、今、下りで。下りで15って。まあまあ、まあ、落ち着いて。ここのいいところは、迷わんっていうところやな。迷うとこがない、ね。道に迷わんから、安心して走れるっていうね。まあまあ、ね。あと、休むとこあるし、途中で。うん。ベンチあるやん、うん、あ5キロの中にベンチがいくつもある。あ、そうなの。あるある。見えてなかった。え、今からやるよ。2周目行きます。はい。はい、ただいま4週目です。4週目は1週目は雑談、2週目3週目はウォーミングアップ、うん、4週目はちょっと雑談していきましょう。はい、はい、じゃあトークテーマは、うん、2020年のけんまみチャンネルの企画について、うん、2人で話し合おうと思います、はい。まあ、まずね、うん、去年も2019年やりたいことみたいな企画やって、うんうんうん、マミは、うん、スポーツ栄養学のことを話をしたい、うん、私はダイエット、うん、したい、うん、っていうような、うん、かつレース出たいと、うんうんうん、まあ実際レース出てるんですけど、うん、確かにその目標とかは一応やりはしたね。実行はしたね。実行はしたけど、うん、ちょっとレースは撮影できなかったんですよ。ストレートに言うとカメラを装着しちゃいけないみたいな。そう、それでできなかったと、うん、そんな中で、うん、今年は何をするかっていうのを考えたいと思います、うん、まあ、まずもうやりたいこと決まってるんですけど。でしょうね。私については、うん、まずメカニック動画をいっぱい上げたいです。上げていいの？え、もちろん。本当？大丈夫。ちょっと上げれない動画っていうのはやっぱりあるんだけど、うん、スポーツバイクに関しては問題ないかと、うん、あ、そうなんや。で、じゃあ次何の動画やりたいんやっていう話なんだけど、スポーツバイク業界、うん、要はクロスバイク、ロードバイク、うん、ほとんどディスク化されます。うんうんうん、それは前から言われてるよね。前から言われてるけど、うん、
もう今年から、もうほとんどのモデルがディスクに移行すると考えられます、ですので、まあ、ディスクロードの、特に油圧ディスク、ワイヤー式のディスクだと、まあ、あのキャリパーとそんな変わりないとこがあるから、やっぱり映像にしたいのは、油圧の、組んでるところ、油圧ディスクの油を入れてるシーン、とかを、まあできれば自分の勉強のためにやりたいなと思っております、なるほど。実はもう欲しいディスクロードがありまして、もうそれを今できれば今年中には欲しいなっていう。今年中ね、今年中、でそれを組んでる姿を映像に残したい、ディスク動画をやりたいよっていうのが一点なんだけど、今まで見たことのないロードバイクを登場させたいってことね。はい、YouTube でなかなか紹介されてないまずフレームです、それは欲しいのは、でかつコンポも知らない人は知らないかもしれない、っていうのをご紹介できたらなって。なるほど、日本最速で紹介できたらなと思う。それやったらもう出てるんやろ。出てるけど、YouTube、自転車 YouTuber、誰もやってないね。誰もそれの紹介やってないね。今からでも狙ってる人いるかもしれんや。こうやって先越されるかもしれん、まあ楽しみにしといてください。はい、次やりたいことは、2019年にやり残したことがあるやって。何？具体的に言うとできなかった。できなかったこと？自転車旅。あー、旅ね。旅のできる休みがってことね。2連休なかった。から今年は2連休作って、まあちょっと一泊、ライド旅みたいなのを、まあ一人でするのもあれなんで、まあこっちに来てできた新しいお友達とやりたいなと、まあ、もちろんマミも行けたら行く感じで、そう、それが2点目、やりたいこと、で3点目が、最近ケンマミチャンネルにはいっぱいの人たちが、こっちに来ていっぱい友達ができたんですけど、いっぱいゲストが出演してます。してますね。でこれからもたくさん出てくる予定です。そうなの。なのでもうなんていうのかな、ケンマミだけじゃなくて、いろんな人もう、もう出たい人、カマーみたいな出たい人カマーみたいな、もうみんなで楽しくワイワイ、グループライドしましょうっていう動画をいっぱい上げたいと思ってます、グループライド、まあ、で特に最近ありがたいことに、私は30代、10代と20代の方にめちゃくちゃ遊んでもらえるめっちゃ遊んでもらえる最近、よかったね。でそういった若い子たちと、まあ、交流したいし、逆に若い子たちを、私がどっか連れてってあげて、一緒に走って遊びたいなと、それは活性化するね。そうで、もっとその特にね、特にの話なんだけど、まあ、やっぱロードバイクのとかクロスバイク、人口がちょっと高いから、もっと10代20代特に、に魅力を発信したいという思いもあって、そういう若い子が、楽しんでる姿を撮影したいなっていう思いがあります。いっぱいいるもんね、いっぱいいるけど出てきてないからね。そう、画面ではやっぱりね、お金がかかるスポーツだから、なかなか、買うのは難しいんだけど、だけど
まあそのコンポでいうとソラとかクラリス、うん、もう非常に優秀だし、うん、そういうエントリーグレードの魅力、うん、とか、うん、特徴も述べるような動画を作りたいなと、うん、まあそれはもう初心者のグレードから上級者グレードまで全部使ってる私だから話せることもある、うん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 、なるほど、そう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 、5周目来ちゃったね、うん、ちょっと話しきれんかった、5周目って5周目じゃあ続き話しましょう、うん、はい、話聞いてて、はいはい、その初心者向けのロードバイクとかをガンガン紹介してるのってあまり見たことない気がする。してるよ結構。本当？してますよ。なんかすごい高価なやつとかめっちゃかっこいいやつの紹介動画はよく見るけど、うん、いやもっとあるんだけど。あ、そうなんや。まああと今年は愛知県に来たということで、うん、東海地区の、うん、サイクリングロードから走りやすい場所を、うんうん、まあお届けしたいなって思うんですけど、うん、まあ今までって、うん、ちょっとあのコンテストに動画コンテストとか、うんうん、動画の仕事したいから、うん、あのシネマティックな動画作ったり練習してたんだけど、うん、みんなとね、うん、なんか楽しく走ってるような動画を撮りたい、うんうん、なるほど。あとまだあるん？いっぱいあるよ。まだあるん？ネタに困らないんで。すごいね。え、なぜなら自分のやりたいことをやってるのでネタに困りません、そもそも、うん、もう関係ある。まあでもアイデアマンやもんな、ケンちゃん。次々出てくるもん。いや、皆さんが見たいのはもうあれでしょ、本当にあのお役立ち情報、うん、まあ、あと新車情報とか。それはそうやろ。それはそうなんだけど、情報集めに見てるんやから。まあそれはそうなんですけどね、基本やりたいことやらせていただきますので。まあやっぱイベントも出たいよね。あ、イベント、ほら愛知県だから今度はほら関東とかにも行きやすくなったし、うん、あと来年もジャパンカップとか行く予定でいるんで、まあそういうイベントに参加、うん、一応今後ライドとしてさ、直近で言うとさ、うん、休みができたら、うん、知多半島一周、知多市、うん、あと豊田市、うん、豊田市とか走りたいし、うん、あと静岡、浜名湖、静岡、うん、静岡あたりもちょっと攻めたいね、うん、あと岐阜、うん、ゲロ温泉ライドとか。ゲロ温泉行きたい。泊まりで。温泉行きたい。まあいろいろやりたいことあるんだ。うん。泊まるよ。撤収。52.04。1800キロカロリー。とりあえず目標達成ですね。とりあえず最低限50キロ。リハビリライド完了です。うん、今年もよろしくお願いします。お願いします。それでは、バイ。バイ。